和漢用十二音律対象表。大塚虎造、民心楽読学び1909年間より。十二律とは、中国や朝鮮、日本の伝統音楽で用いられる十二種類の標準的な高さの音。三分尊敬基法に基づく、一オクターブ内の十二の音である。律とは、本来、音を定める竹の管であり。 その長さの違いによって12ノートの高さを定めた。集大において確立した。中国の率を低いものから高いものへと並べ、西洋音楽の音名と対称すると、以下のようになる。この名称は朝鮮でも用いられる。王式 A 大両 F 都と族属 B 教章、C 修止目新井 C 中両 T 品 D、臨書 e エビス速 F 南両 F 無者、G 王章 G なお12律は音名に分けられ、 奇数の確率は、陽ただしであり、率と呼ばれ、六率と総称される。偶数の確率は、影率であり、量と呼ばれ、六両と総称される。よって、律量の名がある。日本における十二律は、中国とは異なる。一 SD ンキン D 表情印象説 F 化、ムー f 総長 G テリ賞 G 王式、A ラン共 A 版式 B 新線 C 常務 C。ありがとうございます。